ヨゴチコルク TV! というわけで、今回ですけども、山吹鬼がレジェンド最強であるということを、証明するべく、山吹鬼の強さをね、今回お見せしたいと思います。やっぱレジェンド妖怪といえばやっぱブシニャンが一番強いっていうイメージがあるんですけど、まあもちろんブシニャン強いんですけどね。でもやっぱ山吹鬼は負けてないぞと。俺も負けてないんだっていうことを、ちょっとお見せできればと思います。山吹鬼のね、渾身の一撃のね、ダメージをね、見てほしいんですね。この彼の強さはちょっと、ご覧ください。まあ、じゃあ場所はスポーツクラブで行きましょうか、じゃあ。まあ、ボスバトルでいいかな。さて、行きますよ。ほい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 。まあ、誰しようかな。変なやつじゃない方がなかったよな、別に。誰しようかな。赤鬼はちょっと強いからな。アタックが強いから、赤鬼は。まあ、この辺でええかな、じゃあ。HP 高そうな。亡霊武者とか強いかな。まあ、この辺で行くか、じゃあ。よし！適当に亡霊武者で行きましょう。パーティーはこれで。特に山、とにかく山部鬼だけしかアタッカー入れてないんで、これもパーティーは。で、レベルも別に高くないんで、他のやつ。まあ、どうなるかわかんないです。山部鬼の力を。ちょっと見てください。こいつは強いですよ、マジで。公式バトルでももちろん強いですから、こいつは。まあ、今回公式バトルじゃないんですけど、ちゃんとパーティー組めばね、山吹鬼はマジで強いんで、赤鬼を超える逸材とも僕は思ってるんでね。ちょっとね、強さを見てください。まず先手一緒にドンちゃんが取り付きます。どんどん行きます。で、もう防御モード入ります。あとはもうこれこっからもうとにかく山吹鬼に攻撃させるだけです、ずっと。なやこれ。あーもうかまへんかまへん、こんなん。あ、ええでええでええで。残念だ、バカ野郎キラキラキラダメージはっはっは。これが山吹鬼の力。見たかー。通常攻撃400らしますからね。見てください、この他との差を。見てほら。165。とりゃー !945 ダメージ強すぎる。山吹鬼に強え。見たこれ、かっこよすぎひん、こいつ見て。もうなんかかっこええもんな。マジで。かっけえな。いや、これ強すぎ。ちょっとヤムキョニやばすぎたな。ちょっと強すぎましたね、ヤムキョニ。おう、初クリアやったんや、これ。ありがとうございます。見た、さっきの。やばいやろ。恐ろしいやろ、さっきの。いやー、ちょっとさっきの若干ヤムキョニは見直した人もいると思います。まあ、まだこんなんで終わらないです、僕は。ヤムキョニもっと強さ。次、やっぱ公式バトルで使えてこそ、初めてね、強さがわかるというもんなんで、ちょっと行きましょうか、公式バトル。ああ。次ちょっと行きます。公式バトルで強さを証明しましょう。じゃあ。山吹鬼にどんだけ強いのか、こいつが。まあ、さっき通常バトルだったらあんだけのもう強さ発揮したんで、分かったでしょ、さっきで。格が違うんです、山吹鬼には。マジで。武士にはなんぞ、目じゃないぐらいの強さ持ってるんです。お見せしましょう。まあ、このパーティー。とか言いながら武士にはいるんですけどね。まあ、武士は抜いてもいいんですけど、ここから別に。まあ、でも誰を使うって言っても別に。ああ、ええわ。これで行こう。もういじるのめんどくさいから。まあでも今回主役はこいつじゃないんでね。山吹鬼なんです、主役は。見といてください。主役の活躍をね。おい、妖怪神、ええとこ来たな。ちょうどええぐらいの敵来たで。ここでちょっと見せたいな、山吹鬼の強さをね。変なパーティーじゃなかったらええのにな。面変わりとかやめてくれよ。マジで。ああ、オッケー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 。たまにいるんでね、癖のあるパーティー。うーわー、こっち系かよ。マジで。強っ！そっち系か、こいつ。もう人任せがマジ怖い。なんでこんな威力強いの、これ。威力強すぎひん？ちょっとマジで。おかしくない？威力。ざけんなバカ野郎！あ、全然来ない。早っ！え？よし！来た！マジで！ちょっと威力高い、高いな。なんでこんな高いん、威力。大竹やねん。あー、なるほど。なるほど。雨女、うぜえ。雨女うぜえわ。レインちゃん。
しとしとじゃないから。こいつ倒せばいける。倒せ倒せ。よっしゃ来た。モルだ。ふざけんなよ。さっきでも山吹の活躍者見ました。あいつがあれなんですよ、クローニン倒したからこそこれ今突破口が見出したというか、あれクローニン倒しなかったらね、クローニンがオート HP 回復持ってるんで永久に封じられてたんですよね。ただそこを突破してくれました彼は。いやー、あのクローニンを一発で乗しましたからね。300ダメージぐらい与えて確か。あっぶねー、なんであの威力高いな思ったら、雨女パターンかよ。悪いな。よし、もうこれ分かった。レジェンド最強はもう両方なんや、これ。山吹鬼とブシニャンが合わさって初めてレジェンド最強と呼べると。そういうことかもしれん。ですよね。うん、そういうことなんですね。二人が、の力が合わさって初めて最強なんですね。だから山吹鬼が最強でもないし、ブシニャンが最強でもない。二人合わせて最強というね。答えが出ましたね、今回。さっきのコンビ見ました。山吹鬼でブロッカーを撃破しの、武士にあんで固く、切っていく。で、カツオ武士切りね。いや、強いね、これは。でもう結構はちょっと、乗っとうかな、波乗っとうから。ちょっとこれがラストでいきますか。いやー、やっぱね、いいね。山吹鬼の一撃があのクローニを倒したな。あのクローニ武士にあんでなかなか突破できないですからね、基本的に。クローニとか白壁は、正直やっぱ、武士にあんだと突破しにくい。さあ、来い。また神やんけ。神多いな。どんなパーティーや？もう三つまたやめろよ、マジで。また、おらへん。トゥオ！危ねえ！ドリアー！ナイトー一発超我慢です。ビクトリーアンビクトリーアンビクトリーアン。うぜえ、強っ。マジでこんな取り付く。まずいまずいまずい、これまずいで。やばい。あ、これは無理やわ。あ、これはちょっと分が悪すぎたな。サボるし、ガムも落ちるし、一発で。これどうしようもないわ。どうしようもないパターン。これはもうちょっとしゃあないな。うん。負けざるを得へん。運に見放されてますね、ちょっとね。あれ？おい。ちょっとこれは無理やったな。あれ、どうしようもない状態です。ちょっとさっきの運悪かったからもう一回行こう、うん、運に見放された感はあったな。まあガマモス一発で落ちてなくて、まあサボったりとかあの辺がなければもうちょっと多分ね戦線してたと思いますけどね。サボりはさすがにちょっと、サボりというかガンマモス一発落ちはちょっと結構きつい。まあ、そこがね、ちょっとガンマモスのね、微妙なとこなんですよね。たまに一発で落ちるんでね、あいつね。なんか、超我慢っていうのをずっと我慢してくれていいんですけどね。結構我慢しないんでね、あいつね。なんやかんやね、我慢してないんでね、マジで。普通に漏らしてるんでね、漏れそうなんでね、こいつ結局。漏れそうクラスなんでね。もう真しかおらへんな、妖怪。勝つぞ、絶対に。俺は勝つ。絶対に勝つ。いざ勝負。あー、こっちパターンかい。もう関係ないやん、これ。煉獄の術パターンやん。ラッキー。
とりゃー656、656 656、656、やっぱいましたか、いましたか、やはりこっちか、まもー見えてたんだよ、武士にゃん、お前の姿はな、とりゃー強すぎー、これなんですよ、これなんですよ、見せたかったのは。関係ない関係ない関係ない、行こうぜ行こうぜ行こうぜ、関係あるかい、もう武士には一匹ぐらいなんてこんねえぞ、なんでそう、行くな、そうなんねん、なんでそうなるんや、参る参る参るぞ、そしてこのコンビね、武士なんてヤンブクリのコンボを見せましょう、はい、やめまーすほうほうほう、撃つ準備完璧やで、撃つ準備できてますよ、武士ちゃんこれ撃つ準備をした状態でゲンが攻撃するというわけですね、あーオッケー、これ素晴らしい究極アップなんですけど、別にバカ好きの究極アップしても一緒なんでねこれで変わった瞬間に俺は鰹節切りを打ち込みます、機関いけ、あー何でかわすね、はいよい来た交代した瞬間にドーン、このコンボいいね、よし、じゃあ今回は結構いい感じにいきましたね、ことが進みましたね、デレデン一発で落ちたんだよね、確か相手のガマモスが、うん、これこっちが運良かったな、だいぶ正直ガマモス一発で、うん、落ちた時はもう結構どうしようもないからな、あれ逆転のしようがないというかね、うん、はい、というわけで、今回はね、レジェンド妖怪最強は誰だということで、まあ、僕は、ヤムブキョニを推してるんですけど、まあでも武士にはやっぱ強いです。普通にね。マジで。まあでもヤムブキョニも、使い方によってはね、999ダメージ出したりとか、ロマンがあるんでね。普通にこれにもし、ですけど、このヤムブキョニに、このコーンじゃなくて、こっちのコーンをつけると、これか。虫爆食のコンドがつけて、クリティカル力をもっと高くすると、クリティカル出にくいんですけど、出た時は、ほぼほぼ999ダメージ、いったりとか。結構ね、面白いことができるんでね。ヤムブキョニ、ぜひね、使ってみてほしいなと、思います。まあ、赤鬼使う人多いんでね、その逆を行きたい人は、使う価値はあると思います。まあ、こいつはでもね、クリティカルが出るか出ないかでマジで変わるんで、で、クリティカルさえ出れば、赤鬼を超える威力を持ってるんで、ね、まあまあ強いです。まあ、ただ素早さ遅いですけどね。その代わり今、守備力が高いっていう感じですね。耐久力があって、素早さがちょっと遅いっていう感じ。なんですけど、まあまあ、普通に強いです。まあ、少しはね、強さ証明できたんじゃないでしょうか。というわけで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。